今回は、もしかしてライオスって結構気持ち悪い?に対する反応集です。それではどうぞ。キモ。あいつ魔物のことになると早口になるよな。よしなよ。まあ、そう。何がヤバいって鎧が生き物だと分かってない時点で食おうとしてたところ。まさか本当に食おうなんて思わんよ。多分ダンジョングルメガイドでに魔物の食べ方載ってるんだから掲載されてない魔物でも食えるってなってるライオスは好きなもの人には割と盲目的になるタイプだと思う。必要なら何でも食べるガッチャンってヤバかったのかな。今後もっとイカれた描写とかあるの?たくさん。なんなら今回のは序の口や。倫理的には今回のが一番マシ。最後までずっとこんなんだぞ。頼れるけど空気読めなくてたまにキモいやつで一貫してる。ライオスのヤバい剣すごいところって食欲だけじゃなくてとてつもない洞察力と観察力なのでは?一つのことに夢中になりがちなか集中もありそう?こいつの場合一つのことに集中してるようで並行して別のことを考えていたり冷静に分析していたりするんで別の意味で怖い。戦闘要員のライオスリーダーとしてのライオス魔物を分析してるライオス魔物大好きなライオスの4通りぐらいが常に動いてる感じ。どんな窮地でも、常に全体を俯瞰してる第三者視点を保ってるのがすごい。あとキモイだのサイコパスだの言われるけど仲間のことちゃんと観察してマメに気遣ってる絶望的にデリカシーないけど。まさしく文字通りの魔物オタクなんだよね。魚くんさんでさえ、最初は魚が好きすぎて食べられなかったのに、こいつは何なの?ライオス冒険者よりも魔物の研究者の方が合っているのでは?ガチ勢からするとライオスでもにわか扱いなんだ。ドラゴンガチ勢からするとドラゴンについては入り口にも立ってない程度みたいな話じゃなかったっけ。知識が魔物全般にわたる上に光線経験、解体ついでに実食経験も豊富にあるとなるとかなり専門家よりでもおかしくない気もするが。そうだよ、しかも戦士が仲間になったことで食事することで食べられる魔物やその生態にも詳しくなってるし。ボス鎧をあれこれ分析しながら解体するシーン、漫画で読んだ時はそうでもなかったけど動くと怖かったな。あそこはアニメの演出勝ちなところもあると思う。しきりに学がないことを強調してたけどちゃんと学べばフィールドワーカータイプの学者になれそうだよな。ただまあアカデミアの環境に耐えられるとは思えない。実践派の極地みたいな存在だからライオスは自分で言うほど研究者たちはにわか扱いしないと思うんだよね。むしろこの分野では詳しくないのですがタイプの己が専門者と思っていないタイプの専門者。アニメで、動く鎧のボス通過メス通過、卵持ってる個体を襲ってるところとか青みがかって怖いカラーになってたよな。モンスターよりモンスターっていうか怖いや冒険者としては当然かもしれないけど、鎧を踏みつけてパーツを剥がしながらどこが弱点か探ってる姿とか、マッドサイエンティスト的な怖さがある。論文とか研究の体裁を整えての発表とか苦労しそう、実はこんな発見しましたで頭の良いやつに投げた方が良さそう。でもなんだかんだ言って冷徹とも言える観察眼と考察力、そして行動力とこいつめちゃくちゃ優秀なリーダーだなって思ったよライオス。どんなにテンパった状況でも状況を俯瞰してる第三者の視点を維持してるのすごいよ。食欲と性欲が同期してるんだろう、森光蘭だね。これからこの画像も趣味に没頭する人間ではなく本当に気持ち悪い人間に対するリアクションとして使われていくんだろうな。ライオスは全力で趣味に没頭する気持ち悪い人だから今まで通りの使い方でも OK だぞ。これからはダンジョンの環境も過酷になり、ライオスたちも妹を救うためにもっと倫理的にアウトな行動を迫られるよ。そんな中でもこいつはずっとキモい。ライオスが作中で最も化け物らしい化け物なのかも。性欲が食欲になったアネバタケシトンって言われてるの見た時は笑った。魔物図鑑決めてんだろ?ライオスはマジで優秀だよ、マジでキモいけど。魔物が食べたい矢印、まあわかる、動く鎧ってどんな味なんだろう矢印?ファリン今食べてやるからな矢印?ライオスは大きな利点利点があるが欠点と表裏一体なタイプ、フォローしてくれる人がいると大活躍できる。
でも今まで魔法で動いてたと思われてたのが実は生物だったっていう事実に気づいたら多分誰でもちょっと興奮するよね。兄貴がこれだと妹のファリンもまともじゃないのか？まあはい。まだまともだよ。クラーケンだけはこんなもの食うなんて気が知れないみたいなスタンスなのが腹立つ店でちゃんとした絵方国へ機会があればそのうち日本人みたいな断り方すな。でも豚足類だけは食べないから。なんでこれだけ狂気的なのにクラーケンだけダメなんだよ。単純にめちゃめちゃまずかった寄生虫に当たった精液が頭にぶっ刺さったと短時間でろくな目に合わなかったので完全に苦手意識を植え付けられたんだろう。幼少期に食ってまずかった処理で苦手意識持つと大人になっても食えないのと同じ現象。寄生虫の件はクラーケン関係ない上に自業自得だけどな。まあクラーケンがクソまずタイプの豚足類だったのが悪いっちゃ悪い。現実のダイオウイカも同じような感じでまずいから初手ダイオウイカ食わせたらそら豚足類嫌いになるわ。あのチルチャックから長い付き合いをした上で話の通じないヤバいやつと思われてるのだいぶヤバい。でもこいつの悪事記に無駄だったことはないから今までの全ての寄稿に意味があったんだよ。マルシル生きているなら食べられるはずだ。気持ち悪いおかげで後々役に立つこともあるから。この主人公だからたどり着けるエンドだしな。最後まで全くブレなかったからなあ。散々悩んでるように見せかけてやってることはあれっていう。一人の冒険者としてはなんかあれな性格も最後についたあの食用ネタバレ配慮表現なら確かに向いているなと納得なんだよな。一番の望みが叶わない呪いをかけられるのにハッピーエンドだとはな。シリアス展開だけは許さない最高の狂気だった。悪事記を売ってネーミングセンス最高。ファリンとマルシルは自他共に認める超仲良しなわけだけどライオスが自分とシェローも同じ感じだと思っていたとしたら両者気の毒だ。最終的には殴り合ってお互いに成長できたからセーフ。アスペサイコパスとムッツリ無口の組み合わせが悪いよ。組み合わせがシュローもシュローで喫水のお坊ちゃんで物心つく前から周囲が何も言わなくても察して海外しく世話してくれたからそれが当然と思ってたり、ライオスと感性も趣味思考もほとんど同じのファリンをめちゃくちゃバイアスかかった目で見てたりとかなり癖のある人物だからなあ。まあライオスがわかりやすく変人すぎて霞むんだが、まだまだこんなもんじゃねえぞ。ライオスは好きなものへの執着やこだわりや空気の読めなさを見る限り ASD で、妹の方は ADHD なんじゃないかって考察ほんとすこ。ASD がどうやって生きればいいのかの一つの答えのような気がするんだよね。自分が食う分にはいいんよ。魔物食するしかない環境だからエリ好みができないものわかるが、こっそり魚の卵食わせるのはギリアウトだと思うよ。ライオス兵、知らなかったな。でもおそらくきっと美味しいし、マルシルに美味しいって喜んでほしいから。好きな人には自分の好きなものを好きになってほしいもんね。じゃあ食前にどっかの記事でアシリパさんのそれ童貞っぽい子供っぽいやり方とか言われてて納得した。アリシパさんぐらいの年齢なら年相応で微笑ましいけど、いい年の大人が相手の思考や好き嫌いを考えず自分の好きなものだけ押し付けるのはおたしぐさよな。だってダンジョン入る前に確認したし。アジン系は絶対嫌だってマルシル断固拒否してたのに。魚人はアストじゃなくて魚が進化したものだし、人間だって猿が進化したものだからなあ。あの世界でもそうだと出たっけか。個人的には二足歩行タイプまたは意思疎通ができるの以外は見てる分にはなんとかセーフ。姿が変わったファリンに対して変われるものなら変わってやりたいって言ってたけど、これ軽慢愛的な意味合いが強いのかと思いきや最終巻まで読んだらだいぶ印象変わった。本人的には妹のことを心から思って変わってやりたい発言してると思うよ。心の奥底では欲望が勝ってるやろうけど、翼獅子の一番の願いが叶わない呪いでライオス本人はファリンを救えなくなると悩んでいたけど実際は魔物に触れられなくなったわけで、つまり一番の願いの真実は、まあそこは妹を助けつつ欲望も叶えられるっていう一石二鳥な願いだったってことで、同じ悪事記でもピクミンのルーイよりはまともな精神をしてる分だけマシ。
ルーイは食べたくない人に無理強いしないし勝手にエンジョイしてるだけだからどっちがまともかと言われると微妙。ルーイの問題点は悪事記とは全く関係ないただの自己中のクズというところだから比較対象にすること自体が間違い。でも現実に魔物いたら食べたい食べたくない？まあ、確かにコカトリスとかお化けキノコの味とか言われたら興味がないわけではないけど、実際ジビエ好きの人とか昆虫好きの人とかが自分の思考を食わず嫌いしてるだけで実は美味しいんだと言って勧めてくるけど、ちょっと興味はあっても実際問題口に入れる勇気はなかなかわかんな。ケダモノ型はアリミノタウロスとかの人型は無理。どんな味なんだろうという知識欲は、まあ、あるにはある。でもその知識欲とセットでガチの食欲が湧くことは滅多にないんよ。物によるけど原型とどめてるのはきついかも。現実のコオロギチップスみたいに言われなきゃわからないくらい形が変わってたら気にせず食べれそう。安全であるのが保証されてればコカトリスとかは食べてみたいなとは思うけど、真実かどうか怪しい本を頼りに調理するとかドワーフが食べて大丈夫だったことしか情報がない食品はちょっと無理。コカトリスとかならわかるけど人型のは無理かなぁと人に化けるようなのも無理。作中でも言ってるけど食べたやつゴロゴロ痛い目に遭ってるからな。戦士ぐらいの調理技術があって初めてできる。というか戦士ですら未知の食材も結構食ってるから当たったのが一度で済んだのは幸運も過ぎる。現実で考えたら熱処理でも消えない毒素持ってる生物植物はいるしなぁ。ドラゴンは食ってみたい。ドラゴンステーキはファンタジーの漫画肉だからな。ドラゴンズクラウンのドラゴンステーキはぜひ食ってみたいと思ってる。今回の反応集は以上です。ご視聴ありがとうございました。